ちょっと目離してる隙にさ、あれらしいね、X ファイル終わるらしいね。もうな、気がつい、俺ね、シーズン4ぐらいまですっげえ一生懸命見てたんだけど、そうなんだよね。ちょっと目離してるけど、もう9ぐらいまで来てるの。9で終わりなんだって、X ファイル。で、俺覚えてんのが、もう10年ぐらい前かな、9年ぐらい、あれ1年に1本か、大体1年に1本だ、9年ぐらい前かな、に、まだ、その日本放送でやってる時に、あの、知り合いから、その、面白いビデオあるからって言われて、アメリカで流行ってんだって、なんて言われて、アメリカで流行ってるって言ったら、俺ちゃんみたいな国際派は見とかなきゃダメじゃん、みたいな、日本狭いね、やだやだ、みたいな、本当に日本人気質なんで、ね、そういうのがね、アメリカでもうちょっとグローバルに物を考えてみてよ、みたいな、ね、感じで、の正確な僕が、その、X ファイル見て面白いなってすっげえハマってしたらさ、その目離してるうちにさ、あいついいんじゃん、モルダー、モルダー、あいつバックれてんな、モルダー、あいつメインだって、あの変な、ほら、ハガケンジにを童貞のまま育てたような人いたじゃないですか、あの人で。俺そんなにXファイル好きなのに、モルダーの、いや、の名前を知らなくて、モルダーモルダーって言ってるってことは、よっぽどあいつも懲りたんだろうね。街ありしても、うわ、モルダーだモルダーだって言われて、なんかこう、おい、モルダーなんつって、もう知らない人は、田舎のおじいちゃんなんかモルダーだと思い込んじゃってるから、うわしの知らない間に宇宙人が老人を紙おむつの中に毎日うんこを入れてくんじゃが、これはなんじゃみたいな、モルダー解決してくれみたいなこと言うじゃんか。言うからモルダーもさ、それちょっと怒っちゃうわけですよね。だって、で、しかもさ、この同じビデオシリーズで言えばですよね、ミスター・ビーンも見てるわけですよね。ミスター・ビーン、モルダー家でミスター・ビーン見て、あいつなんとかアトキンなんとか、もうずっとビーンって言われちゃってて、ちょっとなんか日本来た時溜まってたみたいだよな、ストレスみたいな感じのことも思ってるわけですよ。あのビーンのやつなんかだって、もうみんなビーンとしか思わないでしょ。あるしても俺はなんかたまたま来た時に会ったもんだから、ローアン・アトキンソン、ローアン・アトキンソンでいいんだよ、あいつ。だってアトキンソンさんって言われて怒んだもん、あいつ。ビーンって言ったら切れてやんな、ちょっと。NHK でインタビューする仕事あったのよ。で、ミスター・ビーンね、ミスター・ビーンとかっつって、通訳の人に通訳させたら、俺はミスター・ビーンじゃねえみたいなことやつになってきて。アンニュアル NHK の通りで普通におしっこしてたぜ、あいつ。普通だったら、まあ、なんかおしっこの方向定まないで顔にブワーとかかかって、うぷるーみたいになるやつでしょ。なれやしねえよ。見てもみんな、で、ビーンもビーンで、それストレス溜まってるわけですよ。あとちっちゃい車乗ってんじゃねえのみたいなこととか、あとおじいちゃんとか間違えて、ピーウィーハーマンあたりと間違えちゃって、なんかまた全然お前あれだろ、なんか、ちっちゃい子になんか、いたずらして捕まってんだよな、みたいなことまで言われる始末だと、だったろうから、多分ちょっと嫌だったと思うんですよ。だけど、モルダーばっくれてますよね。まあ、もう、だから、みんなあのパターンでもう見られちゃうのが嫌で、ばっくれてると思うんですよ。何かって言うと、本当は葛飾柴又に住んでるわけじゃないのに、絶対柴又住んでんだと思われたわけですよ、こいつは。なんかわかんないけども。本当は、何やろ、本当は横浜かなんかにいい家住んでやがんにもかかわらず、葛飾柴又扱いみたいのに、もう嫌だっていう。他にも俺は別に、そんな、そのモルダー以外にも金田一耕助だってやったことあるっていう話を、すげえしたかったんだけど、もう役のイメージがついちゃって、だってこいつのデータがねえから、厚み清とごっちゃにするしかねえじゃん、もう。俺の言いたいことを伝えるためには、トラさんとごっちゃにして、なんかわかんねえけど、その上にうんこまぶしとくぐらいしかやることはないわけですよ。なんていうことに気づいて、なんかね、あいつはね。だから、8シーズンで、7シーズン目で、もうゴリゴリだよっていう。不思議じゃないよ、何にもっていう。ね、わかんないけども。もう多分あいつが、話してたんだろうね。わかんないけど、モルちゃん、プロデューサーに、モルちゃん。八も頼みますよみたいなこと言われてぶち切れたんだと思うんですよ。わかんないけど、もう、俺はもうみんなにモルダー、モルダーって言われて、家の表札のとこにもモルダーとか書かれてるし、わかんないけれども、家の前にお腹を切り取られた牛を投げられたりとかして、すげえ嫌がらせだって、うちの子とかも、うちの子だって小学校でもう必ず何かを起こるたびに、モルダーがのお父さんに操作してもらえよみたいなこと言われるっていうね、林間学校の
夜にうんこ付きのパンツがあのゴミ箱に捨ててあったうんこ付きパンツを無理やりポケットにねじ込まれてモルダーに操作してもらうぜっていういじめを寄ってたかって受けた上になんかわかんないけど Xbox が売れねえのまで俺のせいになってるみたいなところまであるからっていうんで多分もうなんかバーンってなっちゃったんだと思うんですよね。したら8ではゲスト的にこう出てたらしいんですよ。ちょっとずつたまにおう、おいちゃん元気かいって感じで、相変わらず潰れそうな店、潰れねえなぁ、なんつってね、帰ってたんだと思ったら、待てねえと水増しでいいねっつうのだから、見てねえの、5以降見てねえから、でやって、こう、出てたらしいの、たまに帰ってくるみたいな。だからもう途中は、もうなんか、あれですよ、虹をつかむ男、あれでうまくごまかしたりしてたんだと思うんですけど、そうなんだって。でもすげえなと思うのは、もうだからもう、セブンで降りた。ね。で、でも、エイトでたまに、その、わかんないけど、禁煙パイプを加えて、肩からカーディガンぶら下げてるやつが来ては、もう俺ちゃんどうよ、ちょっとぐらい、みたいな話で、いや、これはさ、もう、一年タクシーじゃない、二人がさ、なんて、映画で使いもしないような車買ってさ、領収で落としたりしよう、みたいな、そういう話とかもしてると思うんですよね。だから、だってほら、あの、第6話にさ、モルちゃんの知り合いのさ、女の子をさ、俺確かに、あの、出してあげたよね、一回ね、なんて言って、モルちゃんそれでやっちゃったんでしょ、みたいな。話しながら、まあ、確かにまああの子キレてたよね、宇宙人の中身だったからみたいな話をすごいして、でちょこちょこ騙し騙しこう出して、こうその何エイトシーズンにちょこちょこ出したんだけど、もう最後の9にはもう出ねえと、でもうギリは返したはずだとね、俺はもう TBS にお世話になると。で、そういう形になったらしいわけですよ。でも偉いのはやっぱりこの敏腕プロデューサー、片もみプロデューサーが偉かったのは、その間も行方不明ってことしてたらしい。モルダーシスとかやんない。シスやっちゃうともうモルダー俺死んだんだからって言われちゃうから、モルダーシスやらない行方不明にしてて、最後の2話ぐらいを、2話、また、あの、モルちゃんもしょうがないなぁ、つって、もう出るしかねえんじゃねえかなぁ、つって、出るらしいんですよ。まあ、奄美大島でハブに噛まれて死んじゃうんですけど。だからもう最後のワンカットでいいから最後に行っちゃなきゃお願いって言ったら、最後これ脚本があるんだけれども、ガバーッと飛び起きて、夢かぁ、なんつって、それでいて、こう、お布団にこう X の形のおねしょがあって、それがアップになって、でけでけんでけんでけんって終わるやつで、それでお願いお願いって多分そこだけ撮ってんだと思うんですけど、なってるわけですよ。ただね、俺もね、このね、最終話に行くまでの、俺が X ファイルから離れちゃったのは、最初のうちはなんかこうモルダーが妹がこう宇宙人にさらわれてから、すげえすごいこうあの、頭がいい捜査官だったのに、もうそういう世間が相手にまたこんなこと言ってるよみたいな、その何あの超怪奇現象みたいなのばっかり探してるみたいなストーリーだったじゃないですか。だけど最初のね、ワンシーズンツーシーズンぐらいはなんかあのこいつはそう言ってるだけで、ちょっと痛い感じの人で、なんかこう、わかんないけども、なんつうのかな、あの背中トントンとかでクッて向いて、みんなこうやって下うずくまってると、宇宙人だ宇宙人だって感じのやつなんじゃねえかみたいな風にも取れるようにストーリーができてたんだけど、途中からもうなんつうの、そうじゃなくて宇宙人一点張りみたいなとか見てなかったんだけど、さすがにね、4割まで見て、こう終わり見たいなと思って、じゃあ途中見よっかななんて思ってね。今の途中の。したら、5、6、7、8、9で50話ぐらいあるでしょ。うわ、50時間ってこと？ 2 日かかんじゃん。2日かかりじゃん。みんなで見ようぜ。みんなで見ようって。絶対途中わかんなくなっちゃうからさ。よし！約束！一回 CM 入れてください！ペンネームないけど、速攻ファックスで、伊集院さん、モルダーの役をやってるのは、モルダーの役をやってるってことは、まあ、モルダーは行方不明だから、要するにあいつの後を継いで、あの、X ファイルの捜査官をやってるやつは、ディビッド・ディカプニーっていう人で、あの、ツインピークスのドラマで主役やった人だ、とか、つって。違う？なんかこれ一般で情報来たからそうなんかなと思ったんだけど、違う臭い？嘘情報？あ、モルダー、違う、そういうことか。モルダーの役をやってるのはデビッド・ドゥカプニーで、ツインピークスというドラマで、主役の人でしたってことか。あ、俺が間違って読んでるんだ。あ、そっか、あの人か。俺本当にね、幼稚園児並み。あのね、ドラマで、わかんないけど、
ハリソン・フォードはインディ・ジョーンズだから、俺にとっては。あいつはインディ・ジョーンズで、ハリソン・フォードが他のやつに出てる時には、ハリソン・フォードじゃないからね。やっとこのハリソン・フォードってのも覚えたぐらいだから、あ、そっか、そうか、似てると思ったんだよ。ああ、なるほどね。なんだろう。あ、もう、だからやっぱりね、もうたくさんだとなっちゃったんだろうね。俺はよ、ツインピックスの時もあのわけのわかんない監督によ、この赤い廊下を歩いて向こう行ったはずなのに、また来てくれみたいなこと言われて、役作りとかわけわかんないままやってたんだよ、みたいな。もうたくさんだみたいな、そういう感じになっちゃったんだろうな、やっぱりな。それはストレスもたまるわな。今やってる人は何の人なんですかね。今やってるやつが金でなんとかなるやつだったらおかしいな。わかんないけれども、とにかくやってくれってやつで。わかんないけど、永久契約だったらおかしいな。もうこんなことたくさんだってと、もう、みんなに生涯頼むよ、みたいな。